A.T.&T. ビル・ジェームス・スターリング、シュトゥットガルト音楽演劇大学ポストモダン建築は、モダニズム建築への批判から提唱された建築のスタイル。合理的で、機能主義的となった近代モダニズム建築に対し、その反動として現れた、装飾性、折衷性、過剰性などの回復を目指した建築のこと。1980年代を中心に流行した。 当初は、ポストモダニズムという語で使われたが、後に、ポストモダンで定着した。一頃の流行語だけに、現在ではあまり使われない言葉になってきている。モダニズムは、合理性、機能性を追求してきたが、そのために、都市や建築があまりに味気なくなってしまったのではないか、という批判から、アンチモダニズムとしての、ポストモダニズム建築が提唱された。 チャールズ・ジェンクスは1960年代以降の建築を特徴づけるために援用し、この用語は有名になった。彼によれば、建築のポストモダニズムとは、簡単に言えば、ハイブリッドでラディカルな折衷主義を意味し、その本質は二重の高度化にあるという、ポストモダニズムの建築言語を1978年。ポストモダン建築においては、 モダニズムにおいて否定された装飾や象徴性の回復などが唱えられた。かつてモダニズム建築の機種であったフィリップ・ジョンソンがニューヨークの AT&T ビルにおいて超高層ビルの屋上付近に古代ギリシアの神殿建築に由来するペディメントを装飾として付けたように古典主義建築からの強引な引用という手法もよく見られる。また、 提唱者の一人でもあるロバート・ベンチューリは、つまらない、建築、俗悪な建築もポストモダンの観点から評価し、ラスベガスの商業建築を論じている。しかし装飾や過去のデザインの引用を正当化するため、その建築の意味や物語を重視したが、それを正当づけるためポストモダニズムの定義も導入されたことで、建築理論は難重なものとなった。 1989年のフランス・パリでのフランス国立図書館のコンペでトミニクペローのミニマルな設計案が優勝した頃からがポストモダンの流行の展開点とみなされている。以後、1990年代以降の建築の潮流はモダニズムの見直しが行われるほかミニマリズムの影響を受けた。 できるだけ素材の質を活かした簡素なデザインが増え、一方で脱構築主義建築などのより過剰で複雑な建築も登場している。建築のポストモダニズムの状況は1980年代以降に思想上のラジカルな近代批判と相まって折衷主義や表現主義とも結びつき、脱近代、反近代のイデオロギーが一種の流行となったバブル。 ヤッピーの金満主義と複合し成立した側面もある。ポストモダンと称して建てられた作品が、モダニズム建築より、景観的に優れているとは限らず、中には建築家の好みを押し付け街並みや景観を、乱している事例もある、とされている。ポストモダンの作品を多く設計した、熊健吾は後に、消える建築を提唱して、ポストモダンへの決別を語っている。 ソフィテル東京ホテル、ありがとうございます。